東京インドネシア共和国学校在日インドネシア人は日本に一定期間在住するインドネシア国籍の人のことである。ムスリムが多数派を占める国出身のコミュニティとしては日本が1位の人口を持つ。2019年末現在の在留者は66,860人。在日インドネシア人の年齢は他のムスリム系住民より平均年齢が低い傾向にある。 インドネシア人の64.5%の合法滞在者の年齢は20から30歳である。一方で、イランやバングラデシュ、パキスタンなど大部分の他のムスリム系で稼ぎ、労働者の年齢は30から40歳となっている。合法の在日インドネシア人登録居住地の37%が関東であり、うち東京に2175人、埼玉に百2 3 6人、 茨城に1204人、神奈川に1002人、千葉に845人、群馬に519人、栃木に244人となっている。また、京阪神と中京圏がそれぞれ約10%を占めており、静岡県と長野県を合わせて6%となっている。その他は50から300人の割合で全国に散らばっている。ありがとうございます。